はい、本日はですね、極寒地で着るダウンジャケットはどれだということでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、僕はですね、現在大阪に住んでおります。なにわでございます。なにわでやってるんですけども、北海道にはね、年毎年行くんですよ。冬になったら北海道、冬になったら寿司、寿司が食いたい嫁がいてるということでね、北海道へ行くんですけども、お邪魔させてもらうんですけども、その時に北海道の寒さって結構寒い、マイナスとか当たり前じゃないですか。で、結構ね、皆さん思ってるのって寒いからダウンモコモコしやなあかんっていうのはもちろんそうなんやけども、もう首の後ろから来る寒さってもうとんでもないんですよね。だからそういうところの僕の実体験とかも踏まえた上で、極寒地でもし仮にダウンジャケット選ばれたら、僕はこの5つぐらいを選んでいきたいなと思います。ともちろん用途によっても変わってくるんでね、この5つぐらいを候補に挙げさせてくださいと。でもこれ残念ながら上がってないやんっていうジャケットもちょっと紹介します。で、なんで上げてないかっていうのもね、ちらっとお話していきますので、まずは1つ目、どのダウンジャケットが、極寒地でおすすめなのかというと、これはわかりますよね、泣く子も黙るバルトロライトジャケットということで、ノースフェイスの、人気のダウンジャケットで、冬になったら大体出てくるんですけども、やっぱりこんだけダウンの中の綿の量入ってたら極寒地には向いてますわ。ちょっと一回着てみましょうか。はい、とまあいかがでしょうか。ちょっとサイズはね、僕ちょっと合ってないんですけども、これ XL サイズで、着用しております。身長178センチ、体重67キロということでね、こんな感じで着用してるんですけども、やっぱね、これぐらいの綿の量がないとちょっときついです。で、具体的にはやっぱ首元とかのこの襟のところにもしっかりダウン入ってるでしょ。そしたら上バッて締めた時に、そのほとんど隙間がないんですよ。だから隙間がないから、こっから風が入ってくるっていうことがないので、比較的マフラーとかなしでね、このまま行っちゃうってこともできるし、さらにこれ上まで締めちゃったら、この頭の後ろから風がビューってくる時もこれで防げるんですよ。マイナス声出したらね、もうフードかぶらんと耳やってられないんですよ。もう耳取れそうになるんですよね。でも僕は特に慣れてないから、フードこうやってかぶってマイナスになったら、保温してるっていう感じなんですけども、まあ、大体雪国の地域の人ってニット帽かぶってはるじゃないですか。それ考えたらね、やっぱ帽子っているんやなと思うんですけど、まあ、バルトライトジャケットは、冬でもねいけるんじゃないかなと。で、やっぱちょっとショートだけで着丈短いんやけども、この辺はね、ドローコードをギューって締めてあげればちゃんと隙間をねなくせますので、隙間なくしてあげれば、暖かく過ごせるんじゃないかなということで、バルトライトジャケットは、旅行とかにいいんじゃないかなと思います。ちなみにこれは北海道に住んではる方っていうのではないですよ。北海道に住んではる方はもっと薄着しますので、僕らみたいに観光で行くとかちょっと遊びに行くってなった時には、これぐらいやっぱ厚着してないとね、慣れてないっていうのももちろんあるし、基本的にはね、観光とかってやっぱ外歩き回るからどうなんかなっていうことで、2点目いきます。2点目こちら、最強ダウンジャケット、名前が最強とついてますし、もともとこれ作ったっていうのが、ナンガっていうブランドと、あと北海道のセレクトショップが作ったんですよ。で、北海道のセレクトショップ、そうなんやだけじゃなくて、北海道で一番寒さを記録した旭川かな、ナンガっていうところの地域が日本でね、マイナス41度かなんかを記録したんですよ。で、それが日本史上最も寒いところなんやけど、そこでセレクトショップ運営してるところがナンガとコラボして、最も最強のダウンジャケット作ろう、ほなこれができたやないかいということで、最強ダウンということになってます。だから北海道民とかもね、持ってある方も非常に多いと思うんですけども、北海道のお店が北海道のために作ったダウンジャケット、それがこの最強ダウンジャケットなんですよ。なので保温力はもう抜群です。で、バルトロとどっちがあったかいと言われると、僕個人的にはこの最強ダウンの方が暖かく感じます。やっぱ中の綿の質がちょっといいんですよ、こっちの方がね。だから、質で考えたらもう圧倒的に最強ダウンの方がいいかなと思うんですが、ただね、やっぱさっき言ったみたいに、このカラーの部分っていうかな、首元カラーっていうんですけど、ここね、ちゃんとマイクロフリースみたいなの当ててくれてて、暖かくてね、非常にいいんですけど、若干隙間があります。やからそのあたりがね、やっぱフードがあったりしたらフードかぶれるし、首の後ろのところから守ってくれるけど、これスタンドカラーだけではちょっと心もとない気もせんではないんやけどもね、これに関しては最強ダウンはフード付きもあるんですけど、僕はあえてフードなしで選んでるんですけどね、まあ、これもし北海道とか極寒地行かれる方はフードありの方がいいんかなということで、これが2点目ということになってました。そしてね、3つ目っていうのが何かと申しますと、こちらナンガの、上位モデルになってるんですけどもね、フラッグシップの中でも、フラッグシップってもうブランドを代表するね、商品の中でもさらに上位モデルということになってて、まあ、さっきのもね非常にいいやつっていうか、さっきのが一番マックスなんやけども、まあ、ナンガ独自で出してるので言うと、これがねナンバーワンになってるんですが、オーロラライトダウンジャケットっていうダウンジャケットで、これもね非常にいいです。っていうのも何がいいかっていうと、ところどころチープ感はあるんですけども、まあ、価格的にこれが10万円いかへんやったら買いやろうなっていうようなね感じです。こう暖かさだけで言うんやったらね、ほんまにこのモンクレールとかと匹敵してるぐらいの暖かさがあるので、まあ、モンクレール20万しますけどもね、そう考えたらこれが、8万円ぐらいかなって考えた時にはめちゃくちゃ安いじゃないですか。たださっきも言ってますけど、チープ感ありますよ。この部品一つにしてもちょっとチープ感はあるんですけども、ほんまに暖かさだけを純粋に求めはる方やったら、このナンガのオールライトダウン
ンジャケットはいいんじゃないかと思います。やっぱちゃんとねフードとかも書いてついてるし、そもそもこの綿の質がもうめちゃくちゃいいんでね、これもうバルトロより上です、質だけで言うとね。だから保温力で言ったらこっちの方が上ですし、あとまあ防水の加工とかあるんですけど、このあたりがちょっとなんか弱めなんですよ。防水のねオーロラライトっていう防水の生地がこれ採用されてるので、防水でいいとかって思うんやけども、まあ、数値的にはそこまであんまり数値が出てなかったりとかするっていうことなんで、やっぱ元布団屋っていうところでね、中の綿の布団羽毛に関してはもう完璧なんやけども、ファッションと考えた時にはちょっとどうなんかなっていうところもありますがね、まあ極寒地で着るには非常にいいスペックじゃないかなと思います。そしてね、4点目っていうのがですね、やっぱこの辺りは出てきますよね、カナダグース。まあカナダグースはねやっぱり信頼というかもう絶対的な強さがあるんですよ。これ見てくださいよ、僕これ着たらよく言われるのがデビルマンみたいに言われるけども、このデビルマンぐらいこの耳の上ぐらいもね、カバーしてくれるので、全部締めてしまったらほんまに風入ってきません。で全くその冷気とかが伝わってこうへんぐらい、まあ完璧にその極寒地とかで言うとカナダで着るようで作られてるから、それは北海道ね移動的に考えても確かにそれはいけるわって感じじゃないですか。って考えた時に、まあ極寒地で着る、カナダグース、入れようかな入れないかな、いやこれはもうマストで入れやなあかんやろと思って入れさせていただきました。もちろん好き嫌いはねあると思うんですけども、まあ極寒地で着るんやったら、まあ、この辺りいいとは思うんですが、さっきのショート丈3つに比べると動きやすさはないです。だからちょっと気軽にどっか行こうとかっていう動きやすさがないので、特にこう車運転しようかな、レンタカー借りようかなってなったら、いちいちこう脱がなあかんとかね、ちょっと邪魔くさいって邪魔くさいんですけども、その旭川のとこまで行って外でじーっと動かへんってなってきたら、もうこの辺りは候補になってくるし、次も候補になってくると思います。こちらアヌシーでございます。でこのアヌシーもね、非常にいいダウンジャケットになっております。まあ用途としてはもうカナダグースとほぼ一緒なんですけども、カナダグース同様ねちゃんとこういう中にリブとかがついてるから隙間から入ってこうへんのですけど、他のねウールリッチとかはそれがないんですよ。だから隙間から風入ってきちゃうんで、意外と極寒対応ジャケットに見えるんですけど、このウールリッチね見えるんですけども、首元とかも結構風入ってくるって考えた時にこれ今回落としました。でまあ使い方はねさっきのカナダグースと同じということで、以上この5点、バルトロライトジャケット、最強ダウンジャケット、ナンガのオーロラライトジャケット、そしてカナダグースのシャトー、そしてピレネックスの、アヌシーというこの5つのモデルがね、まあ、極寒地北海道とかで旅行行きはるとか観光しはるとかにはおすすめじゃないかなと思っております。住むってなったりしたら、住む時にはね結構部屋暖房効いてるんですよ。だからあんまり厚手のダウンジャケットいらんねんけども、僕らみたいにこう観光で行くってなった場合は結構これ必要なんでね、お話はしたんですが、じゃあですね他いろいろ出てないモデルありますよね。それちょっと 2,3 ね紹介していきたいんですけど、まあこのね水沢ダウン、このダウンジャケットもね非常に優秀なダウンジャケットではあるんですけども、まあレビュー動画の時からずっと言ってるみたいに、ちょっとね中に入ってるダウンの量少ないんですよ。だからよりすっきり見えるって言われたらそうなんやけども、まあ極寒地にはあんま向いてないんちゃうかなっていうことで今回あえて落選させております。でそれ以外にもね、このナンガでいうとこのもう一個エントリーモデルがあって、それがオーロラダウンジャケットっていうダウンジャケットあるんですよ。これも定番のやつだけど、これに関しても結構首元空いてるんですよ。だから首元空いてるから極寒地はねちょっとした隙間でも入ってきてます。何があって冷たい空気がね入ってきますので、それ考えると関東とか関西とかだったら全然いいんですけども、北海道まで行ってマイナスって言われた時にはちょっときついかなと。でそれ以外にもね、このヌプシジャケット、でこのヌプシジャケットも少しちょっと身幅が大きくなったりサイズ感大きくなってるので、その隙間があるんですね。服と体の中にこう隙間があるので、そんな隙間ちょっとでも与えたらほんまにやつら入ってきますので、あの冷たい風ね入ってくるので、ちょっと気をつけた方がいいかなということで、この辺は省かせていただきました。なんかのオーロラダウンジャケットの首元から入ってくる理論は、この1回北海道で検証したことあるこのマウンテンダウンジャケット、これも首元から結構入ってきて寒かったんですよ。でそれを考えるとちょっとあれは入ってくるかなということで今回外させていただきました。はい、ということでね、今回極寒地で着るダウンジャケットということでご紹介させていただきましたので、まあ、旅行とか、ちょっと寒いとこ行くねんとか、北海道だけじゃなくてね海外も行くねんとかっていう方は、まあこの辺りを狙うのがいいんじゃないかなということで、本日はですね極寒地で着るダウンジャケットおすすめ5選を紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。